相手が悪すぎたな。ああ黙れ。カカロット、やっと来やがったか。センザ、ゴア、クリーンたちにも分けてやってくれ。こいつらは、俺は一人で片付ける。やる気か。ゴミ虫が今更増えたところで、何にも変わんねえぜ。おめえはオラに勝てねえ。よし、こうなったらとっておきを披露してやろう。リプーダーウルトラファイティングミラクルウォーマわりいな、隙だらけだったもんだからつい。この、やろう。ちくしょう、サイヤ人の戦闘レベルを明らかに超えている、あいつ。一体、どんな訓練をしやがったんだ。まさか、伝説は本当だったのか。1000年に一人現れる。どんな天才戦士も超えられない壁を超えてしまうサイヤ人。スーパーサイヤ人なのか。どうするおめえたち、とっとと自分たちの星に帰るか。それともこいつみてえにぶっ倒されていいか。聞いたか、バーター。あのおとぼけ野郎がまたあんな寝言をほざきやがったぜ。ああ、どうやら実力でリクームを倒したと勘違いしているようだぜ。油断したリクームと妙な偶然がただ重なっただけなのによ。ああ、偶然に決まってるだろ。やつの戦闘力はたった5000くらいから変わっていなかったんだ。行くぞ。ああのほんの一瞬だけ急激に戦闘力を高めているんだ。おそらく無駄なエネルギー消費を避けるために。あまりにも短い一瞬なのでスカウターでも拾いきれていないだろう。とてつもない戦闘力だ。なぜあいつに あんなパワーが。これでわかっただろう。無駄な戦いはやめてこの星から出てけ。悪夢だ。超エリート部隊の俺たちが。でも足も出せないまま やられるなんて。貴様の甘さにはヘドが出そうだぜ。なんで奴をミスミス逃がしたんだ。どうやら貴様は完全なスーパーサイヤ人にはなりきれなかったようだな。スーパーサイヤ人？圧倒的に強くなったのが自慢らしいが、こんなことではフリーザには絶対に勝てんぞ。フリーザ、海王様が言ってたやつか。オラも修行してずいぶん強くなったと思うが、それでもそいつには絶対勝てねえっちゅうんか。そういうことだ。フリーザの強さはおそらく貴様の想像をはるかに超えているぞ。いくらなんでもちょっと大げさなんじゃないか。見ただろ、今の悟空の凄さを。 あいつらが手も足も出なかったんだぜ。悟空に勝てるやつなんているもんかよ。だったら戦ってみるんだな。おまけにフリーザは今頃ドラゴンボールで不老不死を手に入れてしまっているはずだ。いや、あいつはまだ願いを叶えてはいないと思う。なんだと？なぜわかるんだ？もし
ここのドラゴンボールも地球のと一緒なんだったらシェンロンが出るときに暗くなるはずだろ。だがさっきから明るいままだ。多分まだなんじゃないかと。シェンロン？なんだそいつは。ドラゴンボールが揃うと何かが出てくるのか。そうか、わかったぞ。あいつは合言葉知らねえんだ。まだオラたちの願いを叶えるチャンスが残ってる。やったー。ん？2つの戦闘力が近づいてくるようだ。お前の逃がしたジースがギニュー隊長を連れてきたぞ。待てよ、フリーザはどこだ。ギニューのやつがドラゴンボールを持って行った宇宙船にいたはずだが。あっちの方角に杖液を感じる。多分そいつがフリーザだろう。あの方向は大変だ。最長老さんのところだ。まずいぞ。フリーザのやつ願いが叶わないから直接最長老さんに聞き出しに行ったんだ。あいつが願いの叶え方を聞き出したら絶対に最長老さんを殺しちゃうよ。最長老さんが死んじゃったらドラゴンボールもなくなっちゃうのを知らないんだ。なんだと。よし、クリリンとご飯はドラゴンボールを取り消してくれ。オラとベジータがあいつらを食い止めておく。分かった、早くしないと最長老さん殺されちまうからな。ドラゴンレーダーをブルマさんのところに取りに行かないと。ああそうだな。よし行ってくれ。気つけてな。頑張れよ。ごくん、ベジータはオラと一緒に来てくれ。ギニューとかいうやつらを迎え撃つ。ちっ、まあいいだろう。さっきはよくも舐めた真似をしてくれたな。ギニュー隊長自ら制裁を加えてくださるぞ。なるほど、あいつか。戦闘力は約5000。そうなんですよ、妙でしょ。愚か者め、スカウターの数値だけを見ているからそういう間抜けな目に遭うんだ。おそらく瞬間的に戦闘力を大幅に上げるタイプだ。俺の見立てではあいつの実力は戦闘力6万ほどと見た。6万？そんなサイヤ人は聞いたことが。こいつはかつてないほどの面白い戦いになりそうだ。よし行くぞベジータ、おめえはもう一人のやつを倒してくれ。カカロットとギニューの実力はほとんど同じぐらいと見た。うまくいけば2匹とも潰し合ってくたばってくれるかもしれん。思い知らせてくれる。アバよ、カカロット！ベジータ！行くぞ！まさか、まさか貴様はスーパーサイヤ人なのか！確かベジータもそんなこと言ってた。何のことかさっぱりわかんねえけどよ。スーパーサイヤ人、伝説の最強戦士。あー、なんということだ。フリーザ様がただ一つ恐れていたスーパーサイヤ人なのか。さあな、ケンドよ、オラ無駄な戦いはしたくねえんだ。悪いことは言わねえ。おめえたち、この星から消えてくれ。なんだと？貴様、本気か？本気だ。無意味におめえたちを殺したくねえ。スーパーサイヤ人は血と戦闘を好む全宇宙最強の戦士のはず。そうか。貴様はスーパーサイヤ人になりきれていないようだな。だが少なくともこの俺様よりははるかに強い。なぜ笑う？チース、俺のスカウターを持っていろ。何を。気に入ったぞ。
様のその強い体を。チェンジ。なんでオラがそこにいるんだ。交換させてもらったぜ、貴様と俺の体を。ギニュー隊長、スカウターを。おう、よし、宇宙船に戻るぞ。フリーザ様も戻ってこられるかもしれん。あいつが自分を傷つけたんは、このためだったんか。まずいぞ。このままだと、オラ、いや、あいつらとクリリンたちが鉢合わせする。待て。うまく地球に帰っても、また父に怒られそうだな。こんな顔になっちゃって。クリミさん、誰かこっちに向かってきます。邪悪な二つの気を感じるぞ。間違いない、さっきのギニューってやつらだ。じゃあお父さんはやられたの。悟空、ギニューとかいうやつを倒して部下を仲間にしちまったのか。ドラゴンボールが掘り出されています。どういうことだ。何言ってんだ、ドラゴンレーダーで見つけたに決まってんだろ。そんなものが。それで願いは叶えられたのか。それがよ、ダメなんだ。シンロンが出てこねえんだよ。なんでだろうな。それより悟空、お前なんか変じゃないか、その雰囲気がさ。それになんであいつらのスカウターとかいうやつなんかつけてんだよ。クリリンさん、そいつはお父さんじゃない。え、悟空じゃないって、どういうことだ。わかりません。でも僕にはわかるんです。体を取り替えてもらったのさ。こっちの方が相当に強かったもんでね。なんだって。お前はクリリン、ご飯、そいつはオラじゃねえ。え、よくここまで来れたな。そうさ、この俺はギニュー独占隊隊長、ギニュー様だ。そんな、あれがお父さん。体を入れ替えただと。厄介になってきやがったぜ。ご飯、クリリン、今のおめえたちなら絶対に負けはしねえ。遠慮なくそいつをぶっ飛ばしちまえ。そんな。貴様の元の体だぞ。勝てるはずがなかろう。やってみりゃわかるさ。そいつはオラの体だ。精神と体と一致させなきゃ大きな力なんて出せねえぞ。バカめ、このギニュー様にそんなハッタリは通用せんぞ。俺も戦わせてください隊長。こんなチビどもや死に損ないは俺が痛めつけてやりますよ。おっと、だったら俺も相手をさせてもらおうか。ベジータ、貴様いつの間に。ということだ。チースがやられるとは。次はお前だ。死ねー。まさか。チェンジ。やってくれ。やろう。よくも邪魔を。
どうやら元に戻れたぞ。なんだ一体何をしたんだ。この感じはお父さんだ。お父さん元の体に戻ったんだ。くそ今度こそベジータと入れ替わってやる。まずいぞ今やつにベジータの体を手に入れさせたらおしめだ。いただくぞその体を。これだチェンジ。どういうことだ。やったぞあいつをカエルに変えてやった。行くちゃう。